象予報士を紹介する講座。なるほどなるほど。気象予報士が気象予報士を気象予報士講座です。で、予測業務の魅力を紹介します。あ、いいですね、いいですね、これすごいいいです。あ、聞きたかった、聞きたかった。入り口はこんな感じ、うんうん、では、民間気象会社で働くある気象予報士の1日を紹介します、はいはい、もしも当日、はい、高速道路の予測担当の日だったら。おー、すいません、まず、あの高速道路の予測担当っていうのがまずこう、はい、じゃあその質問については後ほどお答えします、うんうん、はい、まず会社に行きますと地味に天気図解析や各種資料を検討を行います、はいはいはい、うん、するとそこへ、うん、業務の引き継ぎに疲弊しきった前任者が登場します。なるほど、はい、そのさっきの荒研がさ、その予報官2人で回してるみたいな。はい、あちらはですね、気象庁でございますので、やってるのと、やってることは、まあ、少し違います、うん、内容は違うけど、はい、その24時間とにかく公開して回してるみたいな、ね、っていうのは同じです。で、何引き継ぐかっていうと、業務中何が起こったかですね、はいはい、気象警戒をどういうふうにしてきたか、うん、予測とどのように乖離してきたか、その結果どのように罵られたかということなどを、引き継ぎます。それをもとに、自分が、解析した資料と、引き継いだ事項をもとにですね、はい、予測を作成し提供して、今度電話コンサルティング、ネットミーティングなどを行いますが、この辺はですね、各社サービスが異なります。なるほどなるほど、はい、なので、はい、お客さんとこう直接対峙するわけですね、はいはいはい、で、ああだもね、こうでもねと言われる、うんうん、で、予測内容こんな感じです。細かくてわからないと思いますけれども、中身はですね、1時間、1事務所4区間から5区間の予測、だいたいですね、4事務所ぐらいあるので、予測地点20地点ぐらい1人が担当しています。で、1時間ごとの降水量、降雪量、風、気温、路面温度、路面状態などを出しています、うん、それをお客さん の, 必要に応じて24時間先まで、もしくは36時間先まで。1区間っていうのは、例えば海老名からどこまでみたいな、ほぼインターチェンジ1個分ぐらいです。例えば大黒島から、大黒島からじゃなくて、うん、もう実際具体例で、具体例で言うと、そうだな、調布八王子区間、あ、うん、はいはい、なんかごめんなさい、私のやってるところしか、はい、うんうん、それでいいですよ、はい、で、はい、だいたいコンサルティングは主にですね、降水がいつ始まっていつ終わるのか、うんうん、あとピークの時間帯いつか、ピーク時のボリュームはどれぐらいか、ね、ピーク1時間あたり、このピーク時には1時間8センチから10センチ積もりますみたいなことを教えてあげるということですね、うんうん、で、それによって対応があちら変わるということなので、それを中心に教えてあげます、はいはい、で、夜中の監視が始まるわけですね。これがもう無限地獄です。監視から予測提供コンサルの繰り返しです。無限の限って間ですか？はい、無限地獄はこの限です。あ、そうなんですか、はい、まあいいんですけどね、限りなく地獄なんで特に雪が降っている最中などは、レーダー、テレメーター、ライブカメラなどで監視します、うん、で、予測と、やべ、予測とずれてくるっていう時は、先手を打って必ずコンサルします。これが勝負です、はい、先に言わないと、これ後から、はい、あっちが先に気づいて、あっちが電話してくると、これ勝負負けです、はい、もしずれどころではなく、予測通りに例えば雪や雨が止まない、はい、もしくは降らないって言っていたのに降る予報になっちゃった、はい、そういった場合はもう予測と明らかに異なる状況が変わると分かったら、もう最大限の勇気を持ってすぐ連絡し、臨時予測を提供します、はい、これなぜ勇気が必要かというと、これも勝負だからです、うん、なぜなら、うん、要するにこの勝負っていうところはですね、怒られポイントなわけですね、うん、で、上の方のずれてくるっていうところではですね、はい、先手を打っておけばそんなに怒られません、はいはいはい、下がどっちに転んでも怒られます。でも怒るっていうのは、向こうからすれば相当大事だっていう、ね、そういうことです、はい、ずれてもらったら困るってことだと思うんですが、そういうことです。何が困るの？金です。はあ、例えば、はい、要するにですね、実は道路を保全するのに、うんうんうん、すごく人を必要としているということと、人員です、人員配置の、はい、ということ
ことプラス例えば雪だった場合は対応としてじゃあ薬剤を散布するだけで済むのか、はい、それとも除雪を回さなきゃいけないのか、はい、しかもその除雪